はい、厚生年金の保険料なんですけれども、平成15年4月からですね、今現在もそうなんですけれども、総報酬制という、仕組みが取り入れられています。これによりましてですね、毎月のお給料、とそれからボーナス、ともにですね、同じ保険料率をかけて保険料を計算すると、そういう仕組みになっております。